はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。おいおい、つうことで、本日はですね、やってまいりましたスターレジェンド10連ガチャということで、今回のスターレジェンド10連ガチャはまあ基本的に普通のガチャで、一人だけなんかハロウィン気分の変なやつがいるんですけど、バケモンがいるんですけど、基本的にノーマルなガチャガチャになっております。はい、でまあこれは回さなくても基本的にいいんだけど、まあ、今回はタイトルとサムネで使ってると思うんだけど、アンダーソン結構強いらしいという噂を聞いております。私は、このアンダーソンっつうやつが、まあ、短期戦というかワンターン討伐系統で結構優秀で、なんかいるとなんか楽だよみたいな、いると強いよみたいな言われてて、ちょっと欲しいな欲しいなっていう風に思ってたんですけれども、おかしいなおかしいなって思ってたんですよね。ガチャを回しても出ない、不思議。はい、まあ、割と新しめのキャラクターなんで、まあ、ちょっと今回アンダーソン狙ってガチャの方回していきたいと思います。まあ、このガチャを回したくないよっていう人は回さなくてもいいと思うんだけど、まあ目玉はアンダーソンかなっていう感じでございますね。はい、それじゃあやっていきましょう。あともう一個おまけがあります。はい、おまけの方としてブレイブグラウンドのチケットを持ってきましたので、ブレイブグラウンドの SSR チケット、あとなんか最近天井してたらなんか手に入った SSR チケットとかもあるんで、そのあたりも回していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで回していきましょう。前回のスタレでね、なんかダマスカス出たんですよね。そう、ダマスカスが出てて、実は結構いい感じなんですよ最近のミゼ君。このようにいい感じなのです。おい、まだね、まあ新キャラではないけれど、何が出たら嬉しいかな。まあやっぱディスティニーナックルじゃないですか。一発出そうかな、ディスティニーナックル。いきます。はい、うえー、ガブリエル、もう4突持ってるここまではいいですよ。まあ、ここもダマ混合出たらいいけどね。ダマ混合って確率 2% と 2% らしい、合計 4%。はい、引きます。おい、いらないやつ、なんなら1万いらない、最悪。最近のスターレジェンドの更新で追加されたハズレのやつ、なんならなんだこれ。はい、じゃあ行きましょうか。アンダーソンの確率はヘンダーソンだっけ、アンダーソンだっけ、やべえ、パッと思い出せない。アンダーソンだった気がする。アンダーソンの確率は 12.5% だったよね。ほな行きましょうか。はい、 12.5% 見せます。 12.5% 旅立ちの魔法器、これはアンナですね。最近なんかやけどキャラクターがパーシバルというね、とんでもないやけどキャラクターが追加されて、どうなんじゃいと言われている、アンナの武器、旅立ちの魔法器こんなもんっすよこんなもんっすよ。だから回さなくてもいいって言ったんだよね俺は。だから俺は回さなくてもいいって言ったんだ。言ったじゃないか。なんでこんなことするんだよ。あ、じゃあブレグラ回します。ブレグラチケットが、待って、俺ガチャ特典 SSR 武器確定がこれで出るだろう。なんなら引いていい、これなんか多分季節とか関係ないと思うんで3枚回そうか。これ多分天井した時のおまけのやついくよ。あいあい、バウタオーダー3番目だからワンチャン新キャラの可能性がある。あいない、ガンドリン、ガンドリンはターニャ、ターニャ、ピーナッツ好き。まずいかもこれ、ちょっと殺されちゃうかもしれない。スパイファミリーには熱烈なファンがいると噂、俺みたいな今みたいな、なんか謎のリスペクトを書いたムーブをすると殺されると噂になっているスパイファミリー、スパイファミリーだけにね、夜さんに怪力で殺されちゃうっつってね。ういー、ちょっと変なこと言いすぎて冷や汗かいてきた。2022年9月ブレグラ、9月だったらアンダーソン追加されてるっしょ。おらー、おいー、フォルテ、フォルテ、反逆の暗陣ね。非ダメージで闇キャラの攻撃上昇累積、意外となんかこれも面白そうだよな、双竜槍。はい、で
こちらブレグラ SSR 確定ガチャ10月、10月はアンダーソンいたでしょ。だって今日10月だよ。先月いたかどうかは記憶、先月追加されなんだっけアンダーソン。今月はいるよ。10月ブレグラよ、任せてくださいよ。もう引きます、いただきます、いただきました。アドラメリクね、アドラメリクもね、出た当初は言われてたんですよ、こいつは召喚すると追撃がつくんですよね。え、追撃がつく石言われてた。気づいたらなんか追撃石とかいう概念がついて、アドラメレク君は三突のまんま、しまいにゃしまいにゃ何も得ず、なったわなったわ敗北者ということで、うん、アドラメレクはね、まあちょっと四突が待たれる、意外とワンチャンねえのかなってちょっと思ったりもするけれど、そんな感じですかね。スターレジェンド10連ガチャ、いや欲しいな、アンダーソン。なんか TA 確定編成でも、なんか最近 TA 確定編成もちょっと塩梅がどうなんていう感じはしなくもないんですけど、このアンダーソンはね、通常攻撃で余ダメージが、通常攻撃後にモルゲンレーテが発動するっていうことで、なんかワンターンの後、ワンターン討伐系とトリプルアタック確定編成でモルゲンレーテでぶん殴るみたいな、かなり火力が高くてなんか使いやすいらしいということで、まあ、ワンターン討伐系では理想になってることもあるらしい。はい、ちょっと欲しかったんだけど、まあ、ちょっと今回引けなかったね。まあ工場キャラだからいつか引けることを信じてそんな感じでした。皆さんもなんかもしよければ何出たか下のコメント欄で教えてください。それじゃまたお会いしましょう。じゃあねん、バイバイ。